あ、お前さ、髪の毛染めないの？え、いいじゃん、染めちゃえよ。え、俺知ってんだよ、いいとこで店、いいよ、教えろ、教えろ、教えろ。俺の紹介なら安くなるから。いいよ、いいよ、いいよ。行こうぜ、行こうぜ。染めようよ。ああ。こちら注目してください。生徒指導担当の、ルンバルンバです。このクラスの、そこ、態度、チャラついてるという情報を受け、休み時間ですが、来させていただきました。まあ、噂通りでした。髪の毛、チャラついてる奴がたくさんおる。プラス、名札を付けとらん奴が多すぎる。プラス、ツーブロックだったり、髪の毛が全体的に、チャラついてる。ピアスを開けとる奴らもおる。生徒賞だとして、許せない。自分の容姿がどういう風に見られているか、地域の人にどういう風に思われるか、それをしっかりと把握して過ごさないといけない。学校のイメージがかかってる。意味わかるか。学校のルール、生徒成長に関係あると思いますので、そこのルールをもう一度再確認して学校生活を送ってください。いいですか？わかりましたか？次見たら、校長先生に言うなど、何かしらの処分をさせていただきます。おっとっとっと、危ない危ない。はい。先生のターンは終わりですよね。じゃあ、俺のターン、行きますね。は？あ、先生、スリッパ履いてる。いけないんだぁ。馬木、どうしたんですか、先生。あー、スリッパ履いちゃって。あ、先生、香水つけてる。いいんでしたっけ、香水。ダメだった気がするなぁ。あ、先生、体育の先生なのに、シャツインしてない。ダメでしょ、先生。ちゃんと体育の授業で言ってんだから撮影しなきゃって。はい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 。オッケー。はい、僕のターンは以上です。どうぞ。いや、先生と生徒は違います。先生と生徒は、別物というか、先生の生徒は、ルールが違います。ルールが違いますので、わかりました。さよなら。ワンタンキレー大成功。粉砕玉砕大喝采。やってやったぜ。あいつぶっ飛ばしちゃったよ。